ジュネスミュージカルロマニア主催ブカレスト国際音楽コンクールはルーマニアの首都ブカレストで行われる国際音楽コンクール。一般的にはブカレスト青年国際音楽コンクールと呼ばれることが多いが、これは正式名称ではない。ジュネスミュージカルロマニアはジュネスミュージカルとは全く違い。1990年に共産主義政権の崩壊後独自に設立された。 音楽協議会である。したがってこの期間は文献によってはルーマニア青少年音楽協議会と翻訳されることもある。主に修学中の音楽家の支援を行うのが目的の国際コンクールである。ピアノ、バイオリン、フルート、クラリネットの器楽部門は A から D までのカテゴリーに年齢別に分かれている。作曲のみ35歳以下の部門しかない。 2006年度までは、ピアノ、クラリネット、作曲の3部門と、バイオリン、フルート、作曲の3部門が、各学年で開催されていた。審査員は、各国の音楽院で教職に就く者から、適度に指名されて選ばれている。演奏部門は、日本人の審査員も毎年1人は選ばれていた。時期もあった。辻本里子、山本和友など、日本人の入賞率も高かった。 2006年度閉幕後大きく規約が変更され、2007年度はバイオリンと作曲の2部門しか開催されなかった。現在は各年で開催しており、正式名称がジュネスミュージカルロマニア主催ブカレスト国際音楽コンクールティヌリパッティに変更された。ありがとうございます。